苦しいこととかってある？やっぱりそういう自分のイメージみたいなものが。それがあんまりなく、あるわけでもなく、うん、なんか自分でなんかこう自覚しづらいんですよね、その差とか、うんうんうん、っていうのが、もしかしたら、うん、え、かなこさんっていうお名前って、うん、本名、あ、そうですか、うんうん、それで書かれてるあの内容を例えば全部作品を私が拝読したら、うん、もう全部見られちゃったって感じがするかしら、うん、あー、それはないかな。でも確かにそうだそうだね、うん、で私はしかもそこで名前を変えてるんで、本名は椎名由美子って言って、うん、でリンゴってたまたま筆名で子供の時17ぐらいの時にたまたま書いた名前そのまま使っちゃってるんだけど、うん、すごいやっぱり分かれてる。そうやね、役柄みたいな、うんうんうん、自分としては少女 A みたい な意味の名前みたいに決めてるので、うん、なんかそうですね、実際にもあんまり何言われても平気っていうか、あ、なるほど、うん、椎名林檎のことやみたいな感じなんだ。そうそうそう、例えば今時さ、うん、SNS とかで評判とか簡単に分かっちゃうじゃないですか、うんうん、私たちが見てるとは思わないでおっしゃってることとか見えるでしょ、うんうん、そういうのご覧になれますか？うん、なんか本の感想のサイトがあってそこは見る、でもうち占いと一緒でいいことしか 見えひん脳になってると思う。なんか占いとかでもあれじゃない、なんか大変なことが起こりそう、うんうん、でもこれやったら大丈夫みたいなやったらもうデモの方しか見ない感じになってるから、それが作家としていいのか悪いのか分からへんけど、うん、そのいい感想しか残らないです。素晴らしい。でもそういうのって見て見ちゃう、見ちゃうし、うんうん、やっぱり反対かな、なんか悪い方取っちゃうんだ。なんでファーストみたいのもう作れなくなっちゃったのかなとか言われると、うん、なるほどねと思って、うん、あ、そっか、あ、そういう風に思われちゃうんだみたいな、じゃあ、うん、次のやつではそういう人も、うん、半角で来たって言ってくれるようなやつを作りたいな、うんうん、お作りしてお届けできるように段取りしようとか、そういう風に考える。じゃあ自分がうわーって出てきたじゃないんだ、もう本当にこうしようよしってできるんだこの曲たちが。だってさ、本当はあれじゃない、かっこいいのはさ、うん、もっとアーティスティックな降りてきてしまった、うんうん、それもかっこいい、かっこいい、それもかっこいい、それもめちゃくちゃかっこいいけど、ね、見えるこの幻みたいな、そんな人見える人だけといたいのみたいな、そういうのはもちろん憧れだし、なんかある程度は演じておこうって二十歳ぐらいまで思ってたの、うん、なんか、うんうん、なんかその方がそう、私のマグマに耳を澄ましてみたいな、わかんないけどそういうなんか気分をね、いっぱいそういうのでやっていけたらいいと思ったけど、うん、私ちょっと違うのに頑張りすぎたなって途中で思って、だからもう奉仕の人だよね、人に尽くしちゃうんだよね多分そういうな、そうじゃない、きっとなんか求められたことをきちんとしなきゃとか、仕事上はね、ね、仕事上、そうそう、仕事上、仕事として、はい、そうかもしれない、仕事はそうです ね、もう全然違うけど本当は、本当は違う、家ではあ、そうなんや、家ではもう人由美子さんとして入れるんだ、もういい加減でもあれですけど、うん、でも全然なんていうの、私が感ゼロ、結構普通の女の子からしても低くない、その感じ、なんて言ったらいいんやろ、アーティストさんとか、うん、そういう表に立ってる人の中でシャイっていうよりは全人類の女の子の中でも結構シャイっていうか本当にそうだと思います、ね、だからこんなことを一番やっちゃいけない人間がやってるって感じはします。もうかりそめ乙女の最後に消えていくじゃない、さよならって言って、うん、いやもうあそこたまらんねん、もうなんかもうあの最後のどうせよりによって笑顔とも言わへん、なんやろな、ほんまに多分もう、あ、これであとちょっとで帰れるって思ってたんやろな、その時ちょっと笑ってますもんね、うわ恥ずかしい。じゃあさ、あれよね、きっと楽曲提供とかの方が楽しい、もちろんもちろん、それをいつ本業にできるかって最初から思ってたんですけど、かわいそうやけど絶対裏方にはなれないよ、全員もう何やろ、歯がいじめて止められると思うよ。でもさ、そろそろいいと思うの、少し少しずつ準備してて、いや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 、見たいもんみんな。いやでもさ、ロリコン文化じゃないですか日本って、でもういい加減、うん、もう30
いくつ6だし40ぐらいになったらもう違う、リンゴさんのすごいとこってなんて言ったらいいんやろ、消費されへん人やと思う。